フラロコラまでの道のりを更新します。こちらは阪神芦屋駅のホームです。こちらは神戸駅下りのホーム、そして反対側は上り梅田駅のホームになります。駅を降りられたら東出口を目指してください。これからずっとこのご婦人の背中を追いかけていくことになります。一緒にね。これ東口、エレベーターはこの奥にあります。階段をとことこ降りてください。降りましたら出口が見えてきます。ここに改札があります。改札を出たらこの北出口という方向へ出てください。またまた階段になりますけれども、この階段ご婦人の背中を追いかけてまいりましょう。階段を上がったらちょうど踏切がありまして、出てすぐパントリーというスーパーがあります。その向かいに三井住友銀行があります。この三井住友銀行の前を北へ向かって歩いてください。途中本屋さんが左手にあります。本屋さんを越えたら無添加のパンで有名なローゲンマイヤーのパン屋さんがあります。このパン屋さんを過ぎると警察署が左側にあって、その向かい、このカメラが映しているところはアンリ・シャルパンティエの本店です。アンリ・シャルパンティエの本店の交差点を渡り、なんとなく向こうの方ね、この交差点を渡ります。この交差点を渡って右に曲がります。このなんとなくなだらかな坂、これを降りていってください。左手にはテレビでもよくね、雑誌とかにも映ってるポッシュドレーブというお菓子屋さんがあります。それを下っていきます。右の道は鳴尾見影線という道です。左手には駐車場もあります。この坂を下っていくと左側にこのコンクリート打ちっぱなしの建物があります。この2階、ここがヒーリングフラロコラになります。階段はこの入り口を入っていただいて、ここを抜けてこの階段を上っていただきます。2階に向かって階段を上ります。上っていただくとこういう風になっていて、この左側の入り口がここらの玄関となります。